今年で62回目を迎えたインディ500マイルレース。すでに決勝進出33台のスーパーマシンがコースに揃い、スタートを待ちかねています。世界のトップレーサーが果たしてどんなデッドヒートを展開するか、レーシングドライバーの堤智彦さんと一緒に見ていきたいと思います。堤さん、よろしくお願いいたします。はい、この伝統あるインディ500マイルレース、まず世界でもうトップレースと言っていいんでしょうか。そうですね、なんと言いましてもね、この最高速がめちゃくちゃに速い。どのぐらいですか。約370キロ近く出るということですね。はい、なおかつ、最もその長いわけです。およそ、まあ500マイルと言いますから800キロ、はい、東京大阪往復に近いわけですね。はい、その時間をですね、この300キロ以上の速度で飛ばして走る。はい、しかも賞金額がですね、まあ25万ドルですか、はい、約5、6000万という大変なあのビッグプライズ。はい、まあ、世界中のトップドライバーどうしても出たいというレースの一つですね。そうしますと新幹線よりも速いスピードで走るわけですね。もちろん圧倒的に速い速度ですね。はい、一周およそ4キロのインディスピードコース、ここを200周します。インディ500マイルレース、まもなくスタートが切られます。堤さん、レディー&ジェントルマンスタートユアエンジンと、ね、レディーという言葉が加わりましたね。まあ、去年からなんですけど、女性ドライバージャネット・ガスリーが出ているので、はい、まあ、本当はですね、インディーはこれ今までガソリンアレーというこのパドックにはですね、はい、女性は絶対に入れないところだったんですけどね、もう女性はやはり出場して、しかもレディーという呼ばせるこの歴史的な言葉が変わってしまったわけですからね。そうですね、全く世の中あったらどういう意味かわかりませんね。はい、カーナンバー51番のジャネット・ガスリー、40歳の女性レーサーがこの伝統あるインディ500マイルレースに参加しています。まあ、僕は女性がですね、このインディに出たということはとても未だに信じられない感じがしますね。今ポールポジションのトム・スニーバーが紹介されました。予選の結果、ポールポジションはトム・スニーバー、そしてダニー・オンガイス、リック・ミアーズ、この3人が第1列です。これは3台ずつ11列でローリングスタートを切るわけですね。はい、そうなんですね。14番の AJ ホイト、さらにはジョニー・ラザフォード、アル・アンサー、ゴードン・ジョンコックと、堤さん、もう世界のトップレーサーが一堂に集まってますね。はい、今F1 で活躍しているマリオ・アンドレッティが出てます。はい、彼はちょっと成績が良くなくて、313キロで最高列からスタートします。はい、ローリングスタートが開始されました。ペースカーにはジャッキー・スチュワートが乗っています。それでは早速33人のレーサーをご紹介しましょう。ご覧のように第1列がトム・スニー、ダニー・オンガイス、リック・ミアーズ、そして第2列ラザフォード、アル・アンサー、ゴードン・ジョンコック、そして第3列にはダーレン・バック、パーソンズ、ラリー・ディクソンと続いています。堤さん、こうしてローリングスタートを切っているんですが、ある程度こう隊列が整うと正式にグリーンフラッグが振られてスタートになるわけですね。そうですね。それから今ご覧のようにね、皆さん車がですね蛇行して走ってるんで、おやっと思われたと思うんですが、これはですね、実はタイヤを温めるためにああいうふうにわざとタイヤをよじらして、ね、走ってるわけなんで、まあご心配なくご覧いただければと思います。はい、33人のレーサーが参加しましたインディ500マイルレース決勝、この優勝争い見どころはどの辺になりそうですか。そうですね、とにかくですね、まあ限られた燃料、まあ、280ガロンといいますから、はい、約1060リッターぐらいのガソリンをですね、しかまあないわけで、それを使いながらいかに速く、まあ、あまり飛ばしすぎるとガソリンが足りなくなる、はい、その辺の兼ね合いでお互いに相手との駆け引きをしながら走らなきゃいけない、はい、まあ、この辺ですね、それから今もう非常に気温が上がってましてね、はい、30度以上に今なりつつあるので、これはね、ドライバー非常にね過酷なんですね。はい、狭い、まあ、棺桶のようなコクピットの中に、はい、およそ、まあ何時間という時間入ってなきゃならない、はい、しかもですね、まあ、800キロ走るわけですから、はい、これはドライバーにも過酷であるし、それからエンジン、はい、ミッション、まあ、その辺にもものすごく過酷なんですね。はい、大変な、まあ、ドラマだと思います。はい、ペースカーがすでにピットの方に入りました。まもなくグリーンフラッグが振られますと正式なスタートになります。
ます。1978年インディ500マイルレース、ペースカーはピットロードに入りました。33台のマシーンが隊列を整えてスタートの瞬間を待っています。グリーンフラッグが振られました。スタートです。1978年インディ500マイルレーススタートしました。ポールポジションを取っているトム・スニーバー、そして第1列にはダニー・オンガイス、リック・ミアーズ、さらに第2列にジョニー・ラザフォード、アル・アンサー、ゴードン・ジョンコックと続いています。早くもカーナンバー25番、ダニー・オンガイスが堤さんトップに出たようですね。そうですね、さすがにやはりあのオンガイス最近かなり若手で伸びてきてる選手なんですけどね、はい、うまくリードしましたね。はい、先頭はダニー・オンガイス、そして第2位に1番のトム・スニーバー、そして第3位には4番のジョニー・ラザフォード、第4位には20番のゴードン・ジョンコック、こういった選手が続いています。もうすでにあのジョルダン・ギンサーがちょっとエンジンの調子を悪くしてリタイアしそうですね。ああそうですね、このスタートして直後各選手ともですね、好位置を取ろうと、やはりこの辺が一つのまずスタートのポイントですね。そうですね、まあ、とにかくあの1位をリードしますとね、1周につきあの賞金が出るわけですね、はい、ですからとにかくやはり1位をリードしたいというのは各選手同じ気持ちだと思います、はい、先頭はカーナンバー25ダニー・オンガイス、しかし24番のキンサーがトラブルでちょっとコースから外れています。そうですね、ご覧のようにオンガイス、スニーバー、ラザフォード、ジョンコック、アル・アンサーと続いています。インディ500マイルレース、あートラブルのようですね。ちょっと見込みが薄いですね、はい、そしてコースにはイエローフラッグが出ています。これはもう追い越し禁止というんですね。そうです、なおかつですね、80マイルといいますか約130キロぐらいであのみんな徐行しなきゃいけないわけですね。はい、今グリーンが出てまたレース再開になったようですね。はい、レースが再開になりました。先頭はダニー・オンガイス、トム・スニーバー、ジョンコック、ラザフォードと続いています。このダニー・オンガイスなんですが、元はあのオートバイのレースの方に出ていた選手のようですね。11年前ですか、はい、私がインディにいた頃ですね、彼はあのやはり同じインディのメカニックとして、はい、まあ、あの勉強しながら、主にあの二輪のレースの他にですね、はい、ドラッグレースというのをやってまして、ドラッグレースでなかなかいい選手、チャンピオンを取っていたんですね、はい、ハワイ出身の選手なんですけどね。しかし随分も彼がここまでインディであのトップをリードできるほど、まあ、伸びてきたとはちょっと意外でした。はい、強敵のトム・スニーバーを抑えまして、現在ダニー・オンガイスがトップに立っています。そしてわずかの差でトム・スニーバーが追っています。ベテランのゴードン・ジョンコックが第3位につけています。この辺はやはりあれですね、トム・スニーバーがポールポジションを取っていたんですが、必ずしもその選手がトップには出ないというレースの激しさがありますね。そうですね、まあそれとですね、あの長丁場なので最初から飛ばしてしまうと、まあ、燃料を食うしエンジンを痛める、はい、タイヤも減るかもしれないと、はい、まあなかなかその辺の駆け引きが難しいわけですね。はい、早くもカーナンバー29ピットに入っています。まあ、あのピットもですね、はい、これ3回以上義務付けられてピットにしなきゃいけないので、まあ、いつピット入るかというのも重要な作戦のタイミングなんですけどね、はい、これは 3、4、5位争いです。ゴードン・ジョンコック、ラザフォード、アル・アンサーぴったりとつけています。この辺はこの前の車にぴったりつけて走り、やはりこのテクニックの面も一つあるわけですか。そうですね、あの前車の後ろになるべく接近して走ってますとね、はい、あのスリップストリームといいまして、まあ、空気のエアポケットを利用できるので、はい、まあ、それだけ燃料を使わなくていいわけですね、はい、ですからなるべくあの速い車の後ろについて、はい、燃料を壊せずに、まあ、走るというのは一つのテクニックなんです。そうしますと限られたその燃料の中でどこで相手を抜いて最終的には勝利をつかむかということになりますね。そうですね、その辺があのかなりこれはメンタルなゲームになっているようですね、はい、先頭のダニー・オンガイス、そしてわずかの差でトム・スニーバーが第2位、ちょっと離れまして3位ゴードン・ジョンコック、4位ラザフォード、5位アル・アンサーと続いています。
まあ、この辺あの一見、まあ、テレビで見ますとね、はい、のんびり走ってるように見えるんですが、先ほど話しました通り最高速が200、300ですか、はい、70キロ、コーナーでも290キロから300キロ近いという速度で走ってるわけですね、はい、あ、24番のシェルドン・キンサー、どうやらリタイアのようですね。そうですね、もう手を挙げているので動かないという合図をしています。そうですね、また今、フラッグ、あ、もうグリーンフラッグになってるんですかね。グリーンフラッグになりましたね。トム・スニーバーとダニー・オンガイスのトップ争いです。先頭争いです。あ、オンガイスが抜かれてまた抜き返しましたか。いや、まだ今2番手です。今2番手ですね、追撃してますね、はい、先頭がトム・スニーバー、先頭を奪いました。そして第2位にダニー・オンガイス、赤いマシンがトム・スニーバー、その後ろのマシンがオンガイスです。早くも序盤戦からデッドヒートが続いています。インディ500マイルレース、まあ、こういう追撃していますとね、まあ、今前に1周遅れの車がいるんですけどね、この1周遅れの車をうまくかわす時がですね、まあ、オンガイスにとっては、はい、追い越しのチャンスなんですね、はい、でこれをかわし損ねると今度はスニーバーの方がまたうまく、得する場合もあるんですが、はい、さあかわしました。ダニー・オンガイスが抜け出ましたね。うまく、スリップストリームを利用しまして、はい、速度を貯めといて、はい、まあ、思いっきり抜いたという感じですね、ダニー・オンガイスが再びトップに立ちました。第2位にはトム・スニーバーです。ハイスピードのレースが続いています。インディ500マイルレース、早くもマリオ・アンドレッティがピットに入ってきました。早くも堤さんピットインですね。そうですね、このマリオ・アンドレッティ、堤さんがかつてこのチームにいらっしゃったことがあるんですが、このピット作業はですね、レースのドライビングテクニックとともに非常に重要な要素になりますね。そうなんです、ちょっと今ですね、はい、アンドレッティが自分のピットじゃないところで止まろうとしてしまいましたね。どうもおそらくどう見てるようではエンジンが止まってしまってるようですね。ちょっと何かトラブって入ってきたという感じですね。まあ、このピットストップがですね、少なくとも長くて、まあ、15、6秒で出なきゃいけないんですね、アンドレッティはもうすでにこの自分のピットにたどり着くまでに相当時間を要してしまってるようなので、ちょっとこれは時間がかかりそうですね。ああ、なるほどね。そうしますと燃料の補給あるいはタイヤの交換の他にさらにエンジンの方を見なければいけないという。そうですね、通常はですね、はい、約40ガロンですか、150リッターぐらいの燃料ですね、はい、約10秒ちょっとで全部入れちゃうんですね、まあ、タイヤ交換しましても17秒弱ではもう出なきゃいけないんですが、はい、もう34秒35秒になりますね。そうですね、やっぱりエンジンがおかしいようですね。エンジンルームの方を覗いているようですけど、これはあれですね、デモンストレーションですね、はい、しかしこのタイヤの交換にしましても燃料の補給にしましても現代のですね、最新の技術が使われているようですね、はい、今ご覧になっているんですね、はい、これ前の方に 足が2本出てきますね、はい、空気を入れた時にですね、エアジャッキっていうのは車に内蔵されているわけですね、はい、そしてこの、インパクトレンチでたった1本のボルトでですね、まあ、センターロックと呼んでますが、インパクトレンチでいっぺんに取り替えてしまうというんで、はい、非常に簡単な、まあ、シンプルな方法ですね、でこの、今最近エアジャッキそしてインパクトレンチ使ってるんですが、この空気のホースがあるんですが、はい、これがですね、走る前にはちゃんとああいうふうに前に持っていって直さないか収納しなきゃいけないんです。あーはーはー、もしあれを収納しないまま車が出てしまいますとね、一周ペナルティが加算されると大変このピットストップが厳しい、まあ、ペナルティといいますか、はい、重ねるんですね、そして燃料なんですけども、まあ、エアクラフトタイプのですね、ワンタッチの、蛇口といいますかね、ノズルで入れるわけなんですね、はい、あーはー、ですから本当に数秒間で150リッター入ってしまう、はい、大変高性能なものです、もう5人のピットクルーがですね、こう戦争のようになってやってますね。そうなんです、はい、アンドレッティ降りてしまったようですね。あー、降りましたね、さてこれはトム・スニーバーの方ですね、はい、トム・スニーバーも こちらは 11.3 秒で、これは、はい、ノーマルですね、早いですね、はい、インディの場合は、まあ、最低3回のピットインが義務付けられているんですが、とにかくそういったピットでの時間がですね、あまりにもロスしますともうレースの方に敵面響いてきますからね、
ですから、インディーはまさにもピットのピットワークの戦争といいますか競争なんですね。はい、どうやらアンドレッティはなんかエンジンのですね、イグニッション系統は良くないらしいんですね。はい、最近は全部トランジスターのイグニッションが使われてるんですが、この熱に非常に弱いもんですから、はい、まあ、今日みたいな非常に暑い日のレースには、はい、まあ、その辺も大変トラブルの原因になってくるわけですね。前半レースの方は25番のダニー・オンガイスが先頭を走っています。ダニー・オンガイス、トム・スニーバー、ゴードン・ジョンコック、ボビー・アンサー、アル・アンサーという順でインディ500マイルレース、ハイスピードのレースが続いています。まあ、ダニー・オンガイスがピットインのようですね。そうですね、はい、まあ、通常の燃料補給だと思うんですけどね、だいたい40ガロンといいますか150リッター、まあ、リッターですね、はい、コンマ7からコンマ8ぐらいしか走らないんですね、はい、ですからおよそ100キロぐらいしか走らない、ですから28、こちらはタイヤをフェンスに擦ってますね。19番のレールハウゼン、止まりましたね。火を吹かなくてよかったですね、まあ、煙が出てますけど、はい、おそらくこれはあれですね、最終コーナーで、サスペンションかなんかがトラブってアンダーステアになって、まあ、外壁へ激突したんでしょうけども、はい、渡したことなくてよかったですね、はい、25番のダニー・オンガイスピットアウト。しかしこうやって今アクシデントの場面がスローでもう一度出ていますが、かなりこう破片がコース上に飛び散るんでしょうね。そうなんです、実はね、この事故の後を走るとですね、はい、破片によって、まあ、パンクする恐れがあるんです、はい、そうするともう全く余分なピットインしなきゃならないし、まあ、速度が落ちてしまう、ですから、まあ、みんなこの後はですね、破片に気をつけながら走らなきゃいけないわけですね、はい、そうしまして今先頭を走っているダニー・オンガイス、あるいはトム・スニーバー、ジョン・コックと、その辺のテクニックも一つの見どころになりますか。そうですね、それと今イエローフラッグが出てますので、はい、この時をうまく利用してみんなピットインしてくるんですね、そうですね、これはボビーアンサーですね、ボビーアンサーですね、ピットインしてますが、はい、ボビーアンサーと言いますとこのアルアンサーのお兄さんになるわけですね。そうなんですね、兄弟で走ってまして、はい、彼も過去にも2回優勝してますね、そして女性レーサーのジャネット・ガスリー、彼女もピットインしてますね、彼女はですね、その前の日にテニスをやってましてね、はい、右手首を、まあ、骨折に近いちょっとひびが入ってるらしいんですが、ですからほんとほんどね片手運転でこれ運転しなきゃならないんで、まあ、女性がね、片手運転で出るというのも大変なことだと思いますね、はい、片手運転で時速300キロ以上ですと、これはもう大変ですね、もう本当に、ね、信じられないスーパーウーマンですね、はい、レースは中盤に入っていますが、先頭は2番アル・アンサー、第2位オンガイス、3位トム・スニーバー、4位ボビー・アンサー、5位ゴードン・ジョンコックと続いています。こちらは14番 AJ ホイトがピットに入ってきました。ベテランの AJ ホイトですね、去年インディに優勝してます、 4回彼は優勝してる、そうですね、もうベテラン中のベテランですね、はい、今コップがですね、棒の先についてますけどね、はい、これ5人しかピットワークできないんで、はい、向こうの方にいる人がですねコップに水を入れて渡すんですけど、はい、ものすごくね喉が渇くんですね、ですから今彼はもう水をくれっていうのに大変も争って水を取って飲みましたが、もう本当にこの時の一杯っていうのはねうまいですね、はい、ちょっと時間がかかりすぎてます ね、 そうですね、手間取ってるようですね。36秒から37秒ようやくピットアウトしました。14番の AJ ホイト、過去このレース4回という優勝経験があります。 AJ ホイト、先頭はカーナンバーにアル・アンサー、アル・アンサーがついにトップに立っています。第2位にオンガイス、トム・スニーバー、ボビー・アンサー、ゴードン・ジョンコックと続いています。ちょうど80周、そして90周目に向かおうとするところなんですが、ここでアル・アンサーがトップに立ちましたね。そうですね、えー、まあアンサーも過去には
優勝経験がありますし、はい、まあ、アンサー兄弟といえばもうアメリカでは大変有名な、レース一家なんですね、はい、彼らの弟もいたんですけどね、まあ、この人は事故でやっぱり死んでますし、お父さんもレーシングドライバーで、はい、もうまさにレース一家なんですね、はい、38歳のベテランアル・アンサーがトップに立ちました。レースはすでに後半に入っています。先頭を行きますのが2番のアル・アンサー、第2位にオンガイス、3位ジョンコック、4位トム・スニーバー、5位ボビー・アンサーと続いています。堤さん、アル・アンサーがピットインに入っていますが現在トップ、この辺からはもうピットを何秒で通過するか、もう大きな勝負になりますね。そうですね、ここからもピットアウトの時間の競争になりますけど、はい、今まあAJ フォイトを抜いて、アンサーが出てきましたが 11.2 秒っていうのはおそらく一番早いピットストップじゃないでしょうかね。はい、アル・アンサーがコースに復帰しました。先頭を行きますアル・アンサー、第2位にオンガイス、そして3位ジョンコック、4位トム・スニーバー、5位ボビー・アンサーとハイスピードの争いが続いています。1番のトム・スニーバー現在第4位です。果たして何秒でこのピットを抜け出すことができますか。 13.6 秒、これも早いですね。そうですね、ただまあ先ほどのアンサーの方が約2秒ほど早かったわけですから、やはり2秒っていうと大変な距離になりますんでね、はい、これは大きいですね、果たして後半に入りましてアルアンサーがトップを守ることができますか、あるいは第2位のオンガイスがアルアンサーを逆転することができるか。もう後半になりますとですね、そういった順位のこともかなり気になってくるんですよね。そうですね、今オンガイスが入ってきますけど、はい、さてまたこのピットストップがやはり大きなポイントになるでしょうね、はい、オンガイスは現在第2位です。タイヤ変えませんね。変えませんね、やはり燃料だけで、はい、もうレースも後半に入ってこの辺になりますと、もうエンジンの調子などはもうどうなんでしょうか。やはりね、最後までエンジンいたわってないと、まあ、最後の最後で壊しちゃうということはよくあるんですね、はい、ですから、まあ、やはり今までの調子を崩さないで、はい、マイペースで走るというのが一番無難じゃないでしょうか。はい、先頭を行きますアル・アンサー、快調のペースでレースを進めています。平均時速が300キロ以上というインディ500マイルレース、このマシーンが現在トップのアル・アンサーです。おっと、1台コースから外れました。果たしてどのマシンでしょうか。71番ですね、ビッグミアーズですね、はい、どうもエンジンでしょうね。あ、ちょっと白い煙を出してますね、はい、まあ、この辺りに来ますとエンジンも相当酷使されてますしね、はい、リタイアする車っていうのはだんだん増えてくると思います、はい、イエローフラッグが出ました。どうやら71番のビッグミアーズエンジントラブルのようです。まあ、ご覧の通りですね、はい、まあ、グリーンに入ってるんでイエローフラッグなんか出す必要ないんですけども、はい、まあ、すぐにイエローフラッグ出しましたですね、はい、各社の感覚を詰めて、はい、またそのお客さんの見てる方をですね楽しませてくれて、大変まあサービス精神に旺盛ですね、はい、ご覧のようにリタイアしたマシンが出ておりますが、すでに100実習を終わりまして現在13台のマシンがもうリタイアしております。ほとんどやはりギアボックスとかエンジン多いようですね、はい、で71番のリックミアーズやはりエンジントラブルですね。そうですね、あとはまあオイルプレッシャーが落ちたとか、はい、一番最後はコンロッドが折れたと書いてありましたね、さて先頭を行きますアル・アンサー、第2位のオンガイス、トム・スニーバー、ジョンコック、さらには40番のクリスロフが第5位につけています。今プラス7秒というサインボードが出ました。これはアンサーが2位のオンガイスを7秒リードしているということですね。そういうことなんです、はい、だから7秒と大変大きな数字であるわけですけど、はい、まあ、ただ油断はできませんね。この2番のマシーンが現在トップのアル・アンサーです。マシーンが接近しています。オンガイス、スニーバー、ジョンコック、クリスロフ、
今あのこのジムホールっていうのが出てますけど、彼はあのかつてはスポーツカーレースでずっと出てた大変有名なドライバーだったわけですね。今オーナーとして初めてこのインディーのチャレンジなんですね。でアンサーの、まあ、ティームオーナーなんです。はい、そう言いますとこのアルアンサーが乗っていますコスワースのエンジンがですね、今年のインディーでは主力を占めているようですね。そうですね、もともとコスワースというのはあのフォーミュラー1のエンジンだったんです。3リッターのエンジンをですね、2605cc、まあ、縮めまして約800馬力近く今年は出てるんじゃないかと思うんですけども、はい、V 型8気筒従来あるあのオッフェンハーザーというアメリカにあるエンジンは4気筒なんですが、はい、まあ、4気筒に対して今度の、コスワースの8気筒は大変今活躍して、ほとんど上位はですねコスワースを使ってますね。はい、だいたい半分ちょっと 60% 近くは今回はコスワースを使っているようです。はい、そのコスワースのエンジンを積載しましたアル・アンサー現在トップを続けています。まあ、今までコスワスは一度もまあこういうビッグイベントで勝ったことはないので、はい、まあ、今回のインディで勝てるかどうかというのも一つの見どころですね。まあ、とにかく800馬力と言いますからね、普通の我々乗ってる乗用車の、まあ、2リッタークラスの約8倍近い出力を持ってるわけですからね、これ大変なやっぱ化け物ですね。本来すごい追い上げてきたようですね。追い上げてきてるようですね。先ほど7秒差から2秒差に詰まりましたね。はい、しかしああいうサインボードはレーサーにとってどうなんでしょう、はっきり見えるものなんですか。まあ、300キロで私見たことありませんけども、290キロ近い速度では見えますので、はい、おそらくここでは360キロぐらい出てますけども、多分見えてると思います。はい、おっとピットインは1番のトム・スニーバーですね。さてどう思うんですかね。現在第3位のトム・スニーバー 13.9 秒です。早い方ですね。はい、アルアンサー、オンガイス、トム・スニーバー、ジョンコック、クリスロフ、上位のマシンが激しい戦闘争いを続けています。インディ500マイルレース、アルアンサーが快調に飛ばします。アルアンサーのすぐ後ろにはオンガイスがもう威嚇してきてますね。まあこれはターボのチャージャスというんですか、まあ、全部下級装置といいましてね、はい、空気を強制的に吹き込む、仕掛けが持ってるんですけども、はい、これの調整によってですね、まあ、いくらでも出力は出るんですが、あまり馬力を上げすぎますと今度は燃料を切ってしまうしエンジンも傷むというので、その辺のですね出力の上げ方がまあ一つのポイントですね。はい、先ほどピットインにあと2ラップというサインが出てましたけど、まもなくガソリンをやはり入れなきゃならないんで、アンサーの方はピットインしそうですね。はい、そうしますとそういったその燃料残りの燃料を見ながらどのくらいのスピードでどのくらいのレースをするか、もうピットと一体となった作戦が重要になってくるわけですね。そうなんです。ですからピットではもう大変で、その使用燃料とですね、はい、走行距離をまあ計算しながらですね、はい、どれぐらい速度を出せと。あ、アンサーがあと1周でピットに入るというサインですね。そうですね、アンサーが入りますね。はい、そしてオンガイスもあと1周で入るというサインですね。同周でこれはピットに入るわけですね。はい、現在先頭争いを続けていますアル・アンサーとダニー・オンガイス、あと1周で同時にピットインということになります。これはちょっと面白くなりますね。はい、こうなりますとね、ピットストップの時間が大変重要な気になってくるわけですね。はい、ですからいかに短くピットアウトをするかということがこの辺の見せ場になってくるようですね。はい、レースはすでに終盤に入っています。残りあと40周になりました。インディ500マイルレース、今度がピットインしましたね。はい、アルアンサーの方からピットロードに入りました。はい、アルアンサーダニーオンガイス、現在トップと2位のマシーンが同時にピットに入ってきました。さあ果たしてどちらが早くこのピットから出ていきますか。どちらもタイヤ変えませんね。もう燃料だけですね。燃料だけですね。もうとにかくここで勝負がつくんですから、はい、
とにかくピットマンたち、あ、早い。あ、アンサーの方が早いですね。早いですね。はい。これは早い。アルアンサーが先にピットアウト。ダニー・オンガイスはまだです。ダニー・オンガイス、ようやく。これからピットアウトです、オンガイスが、ね、約6秒近く遅れましたね。6秒近くですか、これはちょっと大きいですね、はい、6秒の差というのは、先頭を行きますアルアンサー、わずかに早くピットアウトしました。そして第2位のオンガイスが続いています。まあ、この日のために大変まあ、ピットワークの訓練をよくするんですけども、しかし本番になるとね、どうしても上がってしまいまして、慌てて失敗したりするんですけど、今まさに機械のように正確に彼らは、ピットワークをやりましたね、はい。先頭は2番のアルアンサー、2位にダニー・オンガイス、3位トム・スニーバー、4位ゴードン・ジョンコック、そして5位にジョニー・ラザフォードと続いています。インディ500マイルレース、これが燃料タンクですね、はい。今オンガイスのタンクがですね、あと、まあ、70ガロンって言いますから、はい、280リッターぐらい残ってるんですけど、これですとね、まだあと70ラップ近くは走れるそうだ。そうすると残りの燃料はかなり余裕があるということですね。ですから十分ありますね。ですからターボのチャージ圧をですね、もっと高めて出力を上げても、これは持つ感じですね。ですからこうなりますとね、まあ、アンサーがどれぐらい燃料があるか分かりませんけど、一応今のところオンガイスの方がかなり有利ですね、はい。おそらくこれからオンガイスは追撃にかかるんじゃないかと思います。出力を上げまして、どんどん追い上げるという。ただあんまり上げますとね、このエンジンが持つか持たないかの問題なんですね。燃料は持ちますけども、その辺がちょっとまた微妙ですね。微妙ですね。はい。先頭を行きます2番のアルアンサー、そしてわずかな差で25番のダニー・オンガイスが追っています。果たしてスピードアップしましてアルアンサーを捉えることができるか。ダニー・オンガイス、先頭はアルアンサーです。すぐ後方に肉がついてました、はい。おっと、煙を出しているマシンが1台、これは25番ダニー・オンガイスですね。惜しいですね、やっぱり今肉薄するという出力を上げすぎたせいかもしれませんね、まあ、この辺が大変難しいところなんですね、出せば壊れる、出さなきゃ負けるという、まあ、難しいところなんですが、まあ、これで治ればいいんですけども、はい、あ、でもかなりオイルが吹いてますね、煙が出ていますね、まあ、エンジンどっかブローしたのか、あるいはターボチャージャーをですね、焼き付かしたのかもしれませんね、はい。あ、ピットクルーが心配そうにマシンを見つめています。あ、ドライバーちょっと今ねグローブを外したようなので、ドローも降りる気配がしますね。あ、もうリタイアですかね。そうですね、シートベルト外してますから、はい。ちょっとでもこれはいいレースだったのに惜しかったですね。そうですね、あ、リタイアですね。リタイアしますね、これは残念でした。本当に惜しかった。ピットコックから降りました。ダニー・オンガイス、あ、ちょっとまあ、そうですね、そうですね、まあ、しかし普通の場合はですね、ここでこの怒りをぶちまけたりするんですが、割とこう冷静に受け止めてるようですね。そうですね、彼は非常に、まあ、ハワイアンなんですけどね、はい、どちらかといえば東洋系というような、まあ、ハートを持った人なので、はい、いつもすごく静かな人だったんですね、今チームオーナーのパネリ・ジョーンズ、彼は勝って、はい、タービンカーでもうあと3周で入賞しようという時、やはり同じように壊した経験のある人なんですが、はい、まあ、彼が慰めてますね、スロービデオでもう一度出ています。まあ、パネリーのようなチームオーナーでしたらよくドライバーの気持ちが分かるので、はい、慰め方もまた残念だったなと、またやろうぜとおそらくきっと言ってると思うんですけどね。しかし前半トム・スニーバーとトップ争いをしました。そして後半に入ってアルアンサーとトップ争いをしましたダニー・オンガイス、惜しくもリタイアです。しかしこうなりますとややアンサーとしてはゆとりが出てきますね、はい。ただ燃料、残りの燃料どれぐらい持ってるかというところでまた、はい、気になりますね、気になりますが、まあ、とにかく280ガロンというですね、限度の燃料しかないわけですから、はい、
ダニー・オン・ガイスが脱落しました。先頭を行きますアル・アンサー。したがって第2位にはトム・スニーバー、3位にはクリスロフ、4位ジョン・コック、5位ダーレン・バックと上がってきました。しかしまあこれから先ですね、このレースは最後までまあ今のようなですねエンジンを壊さずに、しかも燃料を持たせて走らなきゃならないと、まだまだ安心はできないと思うんですね、はい、まだ彼と同ラップで走っている車が他にもまあジョン・コックもそうですし、はい、スニーバーもまだいると思うので、まあ、ここで多少今離れていますけど、まだあと一人しなきゃならないかもしれないので、はい、あこちらはアンサーの、タンクですね、はい、やっぱり隠してますね、これ相手のチームにですね、はい、作戦を読まれると困るので、こういうふうに残りの残量を隠してるわけですからね。なるほどね。これちょっと分かりませんね、どれぐらいの燃料があるのか、はい、果たして現在トップのアル・アンサーがこのまま逃げ切ることができますか。インディ500マイルレース残りあとわずかになってきました。1978年インディ500マイルレース残りあとわずかになってきました。今先頭を行きますアル・アンサーがピットに入ってきました。堤さん、これはおそらく最後のピットになりそうですね。そうですね、もう最後のピットですね、はい、ちょっと今行き過ぎましてですね、メカニック押してましたけども、ちょっと乱れてきてますね、はい、さて先ほどは11秒ちょっとで出たんですけど、はい、ちょっと時間がかかってるんですけど、しかし 17.3 秒でピットアウトです。先頭を行きますアル・アンサー。まあ、ここで先ほどから後続で頑張っていた、はい、オンガイスがいなくなったので、多少まあ、精神的には楽になっているはずですね、はい、先ほどのアル・アンサーのピットアウトのところです。ここで何かちょっと引っ掛けそうになったんでしょうかね。そうですね、はい、タイヤを跳ねてますね、どうもあれでああいうことありますね、フロントサスペンションを痛めたりする恐れがあるんですね、はい、こちらはトム・スニーバー現在第2位です。このトム・スニーバーもおそらく最後のピットインでしょう。このインディの場合はですね、ピットでのそういったペナルティが非常に厳しいですから。そうですね、はい、気をつけなければいけませんね、一周減算なんてことにならないように、はい、このチームはうまくやってますが、ちょっとタイムが出てないんで分かりませんけども、はい、やはり15秒前後でしょうか。そうですね、ちょっとやはり長かったような感じがしますね、アル・アンサー、そして今トム・スニーバーと先頭を行きます2台のマシンがコースに出ました。今プラス14秒、アンサーがリードというサインボードが出ましたが、残りあと3周ということなんですが、ここで14秒のリード、そうですね、この辺はどうですか。14秒と言いますとね、1秒間に約今80メーターぐらい走ってますんでね、はい、約 1. 何キロですか、はい、離れてます。約4分の1ぐらいですかね。4分の1ぐらい、ですから、ちょっとアンサーにすれば楽ですね、はい、果たしてアル・アンサーが500マイル、およそ800キロをこのまま走り抜けることができますか。アル・アンサーは7年ぶり3回目の優勝を狙っています。このアンサーなんですが、実は明日が誕生日なんだそうですね。あ、そうですね、はい、39歳になるんですけどもね、はい、これで勝てば、本当に誕生日は自分でしたようなもんですね。そうですね、果たしてアル・アンサーが自ら39歳の誕生日に優勝を自らにプレゼントすることができますか。先頭を行きます2番のアル・アンサー。まあ今ご覧の通りコースが非常に黒くなってますね、はい、これはタイヤだとかですね、オイルなどがまあ付着しましてね、色が変わってしまってるんですが、この辺りからもう十分慎重にドライブしないと、タイヤも減ってますし、路面も非常に滑りやすくなってる、そういうところなので、まあ、ドライバー、各ドライバーはね、最後非常に慎重にドライブしてるんじゃないかと思いますね、はい、アル・アンサー先頭、第2位にトム・スニーバー、3位ジョン・コック、4位クリスロフ、5位ダーレン・バックと続いています。注目の女性レーサー
ガスリーは現在第8位から9位といったところです。さてホワイトフラッグが振られました。残りあと1周になりました。1978年インディ500マイルレース、先頭を行きますアル・アンサー、そのすぐ後ろにぴったりと、これはジョン・コックの車ですが、これは1周遅れですね。そうですね、はい、アル・アンサーが2位のトム・スニーバにかなりのリードをつけまして、1978年インディ500マイルレースゴールに向かっています。ジョン・コックはなんとか一周遅れになっちゃかなわないって、ね、頑張って走ってますね、来ましたけど、はい、まあ、朝もこれで悠々、今のところこのままゴールすれば優勝できるわけですからね、はい、1970年71年に続いて3回目の優勝がなりますか。最終コーナーを立ち上がりましたアル・アンサー、チェッカーフラッグが振られました。アル・アンサー優勝です。1978インディ500マイルレースベテラン38歳のアル・アンサーが7年ぶり3回目の優勝を遂げました。堤さん、堂々たる優勝ですね。そうですね、まあ、アンサーがここまで地道に上がってきたと、非常にも粘りのレースという感じがしましたね、はい、それとピットの素晴らしさですね、はい、これはもう奥さんの彼も嬉しそうです大変喜んでくれますね、はい、まあ本当にね、ピットワークの良さ、それからこの車の良さというのもありますね、はい、ジムホールというオーナーが、非常に、まあ、今 AJ ホイト、ね、過去4回優勝した AJ ホイトですね、ホイトちょっと燃料切れでなんか止まったような感じに見受けられましたね、はい、まあそのジムホールがですね、はい、本当にいいオーガナイズをして、自分たちのチームを本当によくまとめてここまで来た、まあ、初めてインディへ彼がチャレンジしたんですけども、はい、素晴らしい業績ですね。そうですね、3時間5分54秒97というタイムが発表されました。800キロ平均時速260キロで走破しましたアル・アンサー、7年ぶり3回目の優勝です。しかしこの優勝の味、何回してもいいものなんでしょうね。そうですね、もうアンサーは過去に2回、これで3回目というのも大変な、はい、まあ嬉しいことでしょうね、はい、本当はちょっと彼他のイサックのシリーズで成績があまり良くなかったので、はい、本当に良かったんじゃないかと思います、はい、そしてこの AJ アル・アンサー AJ ホイトについてアメリカレース界2人目の100万ドルレーサーになりました。まあ、レースを振り返ってみて、前半は恩返しあるいはトム・スニーバー、そして後半に入ってジョン・コック、クリス・ロフと、かなり混戦の中にもこのアル・アンサーがトップを守り続けたんですが、いかがですか。まあ、平均時速はですね258キロという、はい、まあ、大変速い速度なんですけども、まあ、なんと言いましても彼の、まあ、粘りといいますかね、はい、恩返しなんかの追撃にもかかわらず淡々と走り続けたという、非常に、まあ、強靭な体力、強靭な精神力、はい、そして、まあ、もう一つ強い運を彼は今回持ってたようですね。それから女性レーサーのジャネット・ガスリーが見事9位に入りましたね。まあ、アンサーもですね、はい、非常に驚異的なんですが、僕はどちらかといえばその女性ドライバーがですね、ガスリーが、はい、その腕の負傷にもかかわらずですね9位になったと、はい、これはちょっと大変なことなので、まあ、来年が楽しみですね。そうですね、500マイルおよそ800キロにハイスピードのレースを展開しました1978インディ500マイルレース、38歳のベテランアル・アンサーが見事7年ぶり3回目の優勝を飾りました。